どうもです。今日もグダグダ話をしていこうと思います。昨日ね、昨日って金曜日ね、久しぶりに伊丹空港に行って飛行機を取ったんですね。いつ以来かな、真夏に午前中から行って 撮ってたんだけど、あまりの暑さに身の危険を感じて、2時間ぐらいで撤退したって、どこかの、いつだったかの動画で、言った、言ったんだけど、うん、あれ以来、言ってなかったんですね。だから、2ヶ月以上ぶりかな。<laughs> その間、 私の100ミリ、400ミリは、せっかく買ったのに、防湿庫の中に、でね、眠った状態だったんですけれども、あ、でも、何回か月を取るために使ったかなまあいいや <laughs>。本題からずれんで。で、その、伊丹空港行ってね、飛行機を取ったんですけれども、あのー、 伊丹空港のお向かいなのかな伊丹ス,スカイパークそこで、まずね、飛行機の着陸とか離陸の動画を撮ったんですね。まあ、写真も撮ったんですけれども、あの、私、前に紹介したマンフロットの ナイトロテックというあのビデオ雲台ね、紹介したんですけれども、あれでね、ヌルヌルのあのパンとチルトで動画を撮ってたんですけれども、やっぱりね、2ヶ月そのブランクというか、やってないとね、なんか何もかも忘れちゃってるっていう <laughs>。 うん。なんか、行ってすぐ、ね、あの、ちゃんとした動画撮れるかなって甘く見てたんですけれども、腕とか指の力加減がね、なんだろう、もう忘れちゃっててね。あの、せっかくね、いい雲台使ってんのに、力加減が <laughs>、なんだろう、強すぎたり、 弱すぎたり、みたいな感じで、スムーズにその、パンができなかったりとかね。うん。そう。そういうことが、まあ、その、久しぶりだったんでね。ありました。でも、何回かやっているうちに、まあ、なんとか、思い出した感じで、うん。まあ、100点満点ではないんだけども、 なんとか見られるぐらいの動画に、動画が撮れたかなって思ってます。はい。いやでね、あの、以前に、伊丹空港で飛行機を撮った写真とか動画を集めて、一本の動画にしたんですけれども、まあ今後もね、 あの、痛み空港何回も通ってね、飛行機を取るので、またそのバージョン2を作りたいなーってね、思ってます。というか、そのために痛み空港行ってるような感じですね、今は。はい。で、まあ、そのスカイパークで、 飛行機の着陸とか離陸とかを取った後に、えー、千里ど、千里側土手か。飛行機が着陸する真ん前のところ。だから、すんごい大きい、あの、まあ、一番近、近いのかなうん。飛行機が取れる距離としては。 だから、すごくアップで撮れるんですけれども、そこ行ってね、で、まあ、写真撮ったり、あとは、スカイパークでは、パンとチルトを駆使して、着陸とリークを撮ってたんですけれども、千里川土手では、まあ、あの定点撮影でねあの、着陸する様子を、 ま、動画とか写真とか撮りました。はい。ちなみに今回の写真は、その千里川土手でど、土手で撮った写真の一つです。今回の一番のお気に入りです。センサーの、だっけ、縦横比3対2なんですけれども、 まあ今回の写真はね、トリミングするついでに16対9にしてます。トリミングしたのは、あのー、ね、まあ、100ミリ、400ミリは、あの、本当は足りるんだけどね。足りるんだけれども、あのー、もうちょっと飛行機をアップにしたいなと思って、 トリミングしてます。今回の写真は。はい。まあ、あの、こだわりです。はい。で、まあ、久しぶりに行ったということで、今度いつ行けるかわかんないんで、いつもだったら、今までだったら、あの暗くなったら、 帰ってたんですね。家にね。帰ってたんですけれども、今回は夜、まあ日が、えー、と沈んだ後も、まあ1時間ぐらいはいたかな。はい。で、まあ午後の早い時間に、まあ行ってね。で、千里川土手も途中からだったけども、まあ何時だか忘れたけど、 三時とかそこらに行ったと思うんだけども、やっぱりあの平日だからね、人が少ない。あ、でも何人もいましたよ。だけどやっぱり平日だから土日に比べたらやっぱりね、人は少ないと思います。なので、まあスカイパークも千里川土手も撮影しやすい 状態でした。で、そうやって撮ってる間に、団体さんがいらっしゃったんですよね <laughs>。いつもだったらそういうのないんだけども、たまたま今日なんかね、カメラサークルなんでしょうね、なんかな団体さんがいらっしゃって、 まあ、平日で人が少ないのを狙っていったんだけども、まあ、プラスアルファというかう、まあ、倍以上の <laughs>、倍以上って大げさか。倍ぐらいの人数になってね。でも、あの、年長者だったから、マナーは大丈夫でしたよ。まあ、お互い様なんですけどね、マナーの話するっていうのは。大丈夫でした。 うん、お互い尊重しながら、スペースをお互い開けながら、うん、ちゃんと撮ることができましたんで、一瞬、あれ人が増えたなって思ったんだけども、うん、大丈夫でした。はい。で、まあ、夜ね、撮って、で、お気に入りの写真が <laughs>、 そろそろ、まあ、どういう写真が撮れたかっていうのが、見える頃かな動画、はじめは、あの、白黒にして、で、最後の方に、全貌が明らかになるみたいな感じでね、いつも作ってるんですけれども、<laughs> 初はじめ、何これっていう感じでしたかね。 まだ、あの、写真を白黒にしたやつ作ってないんで、どうなってるかわかんないんですけれども。はい。一応、あの、終了画面が出る10秒前からは、その白黒の要素が全くなくなって、私が実際撮った写真の、まあ、カラーで撮った写真のね、まあ、要は全貌が明らかになるっていう風な作り方にしてるんですけれども。はい。 まあこうやって話せば話すほど <laughs> その10秒前が <laughs> どん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 先に行ってしまうというかね、なかあの10秒前が全然訪れないんですけれども、はい。まああの、いつもそんな感じで動画作ってるんで、あの、私のいつも出してるその写真、まあ、今はその白黒からカラーにするっていうような編集をしてるんですけれども、 そういうとき、その、そのバージョンのときは、10秒前からか、終了画面の10秒前からは、あの、撮ったそのままの状態、カラーの状態になるということを、まあ、せっかく、あの <laughs>、この機会にお話ししようかなと思ったんで、お話ししました。はい。 今日は比較的話しやすいテーマで話したつもりだけど、大丈夫ですかね <laughs>、うん、うん。またの余計な話してなきゃいいんだけど。はい。じゃあ、今回はこれで終わろうかな。 土日また動画を作ろうと思うんで楽しみにしておいてください。それでは、また。